S2021 とは、2020年2月4日に、アレシボ天問題によって発表された 2020BX12 の衛星である。S2021 は、2020BX12 から360メートル離れたところを公転している。2020BX12 の衛星は、ルイーザ・ザンブラのマロンや、プラネタリーレーダーサイエンスグループなどのメンバーで、 構成される天文学者のチームが行ったレーダー観測により発見された。小惑星センターによる衛星の命名規則に従い、衛星は仮に S-2021 と命名された。2020BX-12 の衛星の発見により、衛星の軌道から質量と密度を測定することが可能である。2020BX-12 は、 早い時点周期と回転団体の形状をしていることが判明しているため 2020BX12 からの分裂または質量放出によって形成された可能性がある S2021 は直径が少なくとも70メートルであるため衛星のサイズは 2020BX12 の直径の半分未満である S2021 と 2020BX12 の 絶対等級の差は約1.9であり、2020BX12 の絶対等級が20.6の場合、衛星の絶対等級が約22.5であることを示している。2020BX12 の絶対等級が、レーダー画像における衛星の明るさで遅延したドップラー効果を除くと、衛星のアルベドはわずかに高い。 2020BX12 の直径は 0.36km であるが22.5の絶対等級を利用して直径を変換すると S2021 の直径は 0.07km であることが判明した。2020年2月5日に撮影されたレーダー画像から S2021 と 2020BX12 件の距離は 約360メートルまたは 2020BX12 の半径の4.4倍と推定されている。衛星の光転周期は約45から50時間と考えられている。ただし、レーダー画像の投影効果のため、光転周期は15から16時間の可能性もある。時点周期は約47時間で、時点と光転の同期が発生していると考えられる。ただし、 衛星の公転周期の測定には不確実性が残っているため、その周期の上限は49時間とされている。ありがとうございます。